お疲れちゃんです。ラットレスで今回はですね、なんと今グローバル3位にやってまいりましたということでですね、そちらのリプレイ解説の方をしたいなと思いますので、今グロ3位です。で、まあ、シーズン始まったばっかりなんですけど、あと32日あって、今季はまあ7戦とかまあ出るんじゃないかっていう感じのシーズンなんで、まあちょいと気合い入っております。で、まあ、デッキはここじゃねえ、ここや。前シーズン最後にトラゲ使っていたラバーフリーですね。はい。で、まあ、早速リプレイの方を見ていくんですけど、まあ、これはあれですね、相手もラバサンスペですね。ラバルサンスペ。まあ、あまり見ない形なんですけど、なんか今やっぱラバルがすごい強いのかなと思いますね。で、ここはですね、まあ、あれですね、僕はこの相手の人、リアンって読むのか、ライアンって読むのか、なんて読むのかわかんないんですけど、この人がこのラバルを使ってるっていうのは知ってたので、なんで、まあ、結構、ここは待ちでしたね。やっぱ相手が何、ラバルっていうのは分かってましたけど、何を持ってるっていうのは分かんなかったので、で、待って、相手がザップさえてきたんで、まあまあ、後ろからバルキリーでも出しちゃろうという感じで、出しつつですね。で、ここはホバリングを割いたんで、このホバリングに、しっかりガゴを割いて、で、これヤーメ来るかなとも思ったんですけど、相手がヤーメ持ってなくてインドラで処理してきたんで、で、ここで、僕は思いました。相手ここで対空ないなと。で、もうここがもう、ガン刺さりですね。で、ここでもう、一気にフリーズしちゃいます。で、相手はもう、やめしかなくて、やめ裂いて、で、まあ、2発かな入って、まあまあまあ大きくダメージリードを取っていきます。で、ラバフリー対、まあ普通のラバル5、まあラバルポイズンだったら、どっちが相性いいのかなとは思うんですけど、どっちなんすかね、どっちが相性いいのかよくわかんないんですけど、まあ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 。相手のデッキをなんとなく把握していたんで、結構、勝てれたのがでかいですね、それが。で、ここは、インドラプラスガゴで、しっかり、ホバリングのターゲット取って、で、ラバーを破裂した瞬間にすぐやめ。で、ここのバルーンを一発で抑えれましたね。で、このまま左はラバーだけで、900ぐらいを、まあ、落とすことができて、で、ここは、後ろでファイズ、ここは違う。バルキリーをバルキリーでターゲット取って、ここはですね、バルーンがミリ残りで残って、相手の陣地に入ったんで、このラバーを出してあげることによって、このパピーが全部残る。で、ここに相手はヤーメを使わないといけなくて、で、この相手のデッキの弱点が、やっぱその、ターゲットを取る、例えばギャングだったり、縦線だったりで、複数ユニットがいないんですよね。バルキリーにインドラに、みたいな。で、あとはサンスペルなんで、なんで、まあ、インドラが結構ぶっ刺さりましたね。で、まあ、ここはもう相手諦めてフィニッシュって言った形ですね。はい、でもこれで30は美味しかったですね。で、このまあペッカは普通にラバルは相性いいんで、まあ、相性勝ちみたいな感じで、このコカツですね。で、コカツもこれを見たらファイスピもあってヤーメもあって、めちゃくちゃ相性いいやんけみたいな思われるんですけど、言うほどなんですよ、ね、言うほどというか、まあ僕の立ち回りがいまいちなのかもしれないですけど、結構競ったんですよね。なんで、まあしっかり見てほしいなと思います。で、まあ、気をつけたいのが一番後ろからのインドラですね。それをしてしまうと、まあ、ロケットで美味しくいただかれてしまうので、まあ、一番後ろからのインドラだったり、まあ、そういうのを避けるのが、まあ、大事、避けるのが大事ですね。で、ここは、まあ、テスラが、ターゲット取ってからインドラですね。で、このラバの、結構、ラバルで攻めるのが基本なんですけど、枯渇に対しては別で、ラバルで攻めてしまうと、そのなんかうまーくラバが破裂した瞬間だったり、なんかラバとバルーンを同時にロケットでバーンされちゃうんですよね。なんでそれが良くなくてですね、なんで
ラバに対しては結構ラバメガゴだったり、まあ、これはメガゴがないんで、まあ、ラバインドラだったり、このラバガゴの形をですね作ってあげるのがすごい大事で、枯渇って結構そのラバの後ろから来るメガゴだったりインドラがすごい処理が苦手なんですよね。なんで枯渇に対してはもう特別でラバルの形を作りませんね。相手がロケットだった場合はですね、てか相手がロケット持ちだった場合は基本的にあれです、そうです、ラバールの形を作りません。ラバインドラ、ラバカゴ、ラバメカゴで攻めてコスト使わして逆サイでバルーン流しつつ、でそれにロケット打たせるのがまあ理想ですね。でそのラバメガホのサイトで結構ダメージ与えていくっていうのが僕がよくするやり方ですね。で結構ダメ跡取ってるんですけど、ですけどなんですよね。でここで相手はバルキリーギャングで結構攻めてくるんで、ここは急いでヤーメ打ってバガゴで防衛です。で、まあ、このプリンは結構許容しつつですね。でここはもうテスラがめちゃくちゃ溜まるんですよね。でここは、まあ、言ったらラバルというかこのパピーがターゲット取っている間に一気にフリーズでゴルフしようと思ったんですけど、まあまあまあそううまくはいきませんでした。今のラバルになっとるやんけみたいな思われるんですけど、まあ、ラバルのすぐ後ろにバルーンをつけるのはダメですね。まあ、離して、でも離してでもな、ラバが破裂した瞬間とかに流すのはまあありかなと思いますけど、ラバとバルーン一緒に処理されるのは良くないですね。でここはまあプリンセスを凍らしてですね、パピーってダメージ与えようとしたんですけど、これもなかなか、オッケー、ここはもうバレル来るなって分かったんで、バルキリー出してギリギリ、バレル到着時の、あれですね、バルキリーがバレル完封してくれました。で、ここは、まあ、ギャングをしっかりアームで処理して、でここでもうバルキリー出してもダメージ受けると思ったんで、フリーズ防衛ですね。結果後ろにバルキリー出してれば、まあ防衛できたんですけど、まあ確実に防衛していきます。でここバルキリー出して、で、ここはもうファイスピで美味しいですね。美味しい。でもここでも勝ったなと思いましたね。で、ここで、しっかり、ラバインドラの形を作ってあげて、このプリンセスをヤーメで処理して、あとは、あれ、まだ終わんないのか、まだ終わんない。いや、ここはワンチャン、右のインドラのフリーズあったんですけど、相手のバルキリーのターゲットがうまかったです。ここでバルーン飛ばして、ここだ。ここで、フリーズして、相手はロケット打つコストがなくてですね、急いでファイスピも出して、よし。この爆破で相手はもうあとコストがなくて、このバルキリーがチュッチュッチュッ、これですね。これでまあなんとかかすって勝ったようなもんですけど、勝つことができました。で、あとはこのジャインドラは負けましたね。はい。で、あとはまあで、このゴレンももうただのゴリ押し、お互いサンクラトリーって時間差で負けたみたいな感じで、迫撃ディガーはまあ相性良くて、でこの枯渇はまあめっちゃいい試合だったんですけど、言うて枯渇相性いいんだよね。でこのこれもただご利用しした感じで、まあこんな感じかな。まあこれか、神技のリプレイをですね最後に見たいなと思います。よいしょ。でまあ神技は基本ラバルはまあちょっと相性いいかなと思いますね。でもそれはテンプレだったらの場合で、このフリーズヤメだと一体どうなるかっていうのがすごい分かんないですね。でまあこのゴーストに対してはしっかりバルキリーを当てていきます。で、することないのを待ってもちょっとエリクサーもったいないんで、後ろからインドラ警戒で、でここですね、ここを見てほしいんですけど、この状況で僕が何をするのが一番正解かっていうのなんですけど、
もし左にファイスピ今咲いたとしても、ファイスピ咲いてガコ咲いたとしても、まあ防衛できるかもしれないですけど、ガコ出したところでもし相手がザップって分かんなかったですけど、この時はザップだった場合ガコも処理されて結局左側ダメージ受けるんですよね。で右側はなんか軽くなんかで処理されてみたいな状況になってしまうと良くないんですよね。ただダメアド取られてみたいな流れを持っていかれてで良くないんで、ここはもう左を捨てて、相手の体育がもうここでインドラしかないっていうのが分かったんで、仁義なんで左を捨ててもう右側をですねもう取りに行きました。ここは別に1個取られてもいいんで1個取りに行きましたね。で相手はここで無理に攻めてきてくれたんで、ここはガゴで美味しくいただきましたね。なんでクラロワで結構大事なのは僕思うんですけど、個人的にですけど、皆さん守ろうとしすぎなんですよね。なんか上からとかそんなんじゃないです。本当になんか守んないといけないっていう意識を持ちすぎてると思うんですよね。なんで、まあ、僕がなんか守ろうっていう意識が低すぎるっていう可能性があるかもしれないですけど、もうさっきのとかも言ったらタワー3600かな、もう丸々もう相手にあげてるわけで、で僕が逆にまあタワー1個もらってるわけで別にプラマイゼロなんですよね。でもしまあ軽く守れて落とせたりしたら得なんで、なんだろうな、守ろうとしすぎな感じがしますね。なんか守りへの意識をもうちょっとなんか和らげてもいいのかなと思いますね。いやでもそれで守らなくて一気に持ってかれるとかもあるんで良くないんですけど、なんて言うんだろうな、守らなくてもそれ以上のダメージを自分が与えれるなら守らなくてもいいですね。別に相手に2個取られても 3個でキングタワー取ればいいので、結果そういうことです。そういうことです。はい、でここは相手が一気に攻めてきたんでフリーズ防衛ですね。でここはもう守れるんでしっかり守りますからのここのカウンターですね。よいしょ、でラバ出してあげて、でこのインドラはまあなんか美味しく処理されちゃうんですけど、相手はここでもインドラしかなくてザッピーのターゲットが全部ラバに行ってるんで、ここはもうインドラ来てもインドラにフリーズするかとか、まあしなくても入っちゃいますよね。したね、まあ、相手がこうファイブボイしたんで入らなかったんですけど、ここはまあやばいっすね。まあ一回後ろからインドラ警戒で、でここも一回待ってしっかりフリーズで止めてからのバルキリー、このバルキリーがおかしい、強い強い。でもうここはもう守ってしっかりカウンターですね。でフリーズも結構防衛なんか攻めで使うってなってしまうかもしれないですけど、結構もう防衛でもガンガン使えますね。でここはもう GG ですね。最後フリーズ打って、まあ、これイントラ軽かったんですけど、結果オーライという感じでございますね。はい、という感じで結構ラバフリーがですね強いです。よければこれ使ってほしいですね。マジで何人にも負けないです。嘘ついた、負けてるんですけど、本当にほとんど負けないです。今グロ3位でグローバル1位目指したいですね。目指していけたら1位到達動画も出したいですね。まあ前半なんですけど、ちなみにこのジェンコが今僕、まあ、ジェンコで1位で、ロカランクのジェンコの8、9、10、やばっ、8、9、10、11、12、13、このジェンコオリーブ紹介とかやばくないですか。なんか綺麗。はい、それだけしたらこれを伝えたかっただけです。はい、というわけでですね、今回はこのラバーフルーンフリーズのデッキ紹介になりました。ということで今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。